問7、国家ビジョンを含むフリートーク。今の政治の一番の害悪、今の政治の一番の歪みというのは、私は大企業言いなりの政治とアメリカべったりの政治だと思います。同じ資本主義の国であるヨーロッパと比べても、これは財界言いなりっていうのは際立っているのが日本です。長時間労働を強いられたり、また解雇の規制緩和、若者を使い捨てるようなブラック企業の存在、これらどれをとってもですね、日本の大企業優遇というのは本当に際立っております。私はこれを転換することが日本の経済にとっても大事だと思っています。最近では円安効果によって輸出大企業、電気産業というのが売上は確かに伸ばしてますけれども、しかし輸出そのものは増えてない。つまり、もともと国内に持ってた工場をすでに海外に移して生産拠点を海外に持って行ってますから、円安で大企業は儲かるんですけれども、国内の中小や下請け企業に仕事が回ってこないという、そういう経済構造に今なってきてるんじゃないかと、なってると私は思っております。で、事業所数の 99% を占めるのが中小企業ですし、また雇用の7割を支えているのが中小企業ですから、大企業が儲かるのは大事なんですけれども、しかし本当に経済のことを考えたら、この中小企業を直接応援する、予算に本腰入れて光を当てていく、そういう予算編成というのが大事ではないかと思っております。大企業言いなりでは日本の経済も持ちません。そして2つ目のアメリカ言いなりの政治で言えば、原発の問題もこれはアメリカとの原子力協定、これが根深くあるわけです。また沖縄の基地の問題、全国の基地の問題、アメリカ米兵の暴行事件、またオスプレイの押し付け、これも全てアメリカ言いなりの日本の社会の私は歪みだと思っております。ドイツも、またアメリカの上のカナダの国、またフランスという国も軍事同盟結んでますけれども、やっぱりアメリカに対してはイラク戦争だってアフガニスタンの戦争だっておかしいやないかと言った国々ですから、何も、アメリカに物が言えない国づくり、これを党是として、また国の政策として私はやる必要はないと思います。アメリカにはっきりと物が言える、この政治を作ってこそ、アメリカ言いなりを断ち切ってこそ、本当の私は主権国家、独立国家になると思っております。この大企業言いなりの政治とアメリカ言いなりの政治を変えてこそ、国民が主人公の政治に転換できると思っております。